不気味な YouTube チャンネル。これは、友人の R 君が教えてくれた、YouTube にまつわる奇妙な体験談だ。当時、R 君はオカルト系の YouTube チャンネルにハマっていた。皆さんもご存知の通り、YouTube は何か視聴すると関連動画や傾向の似た動画がどんどんおすすめに出てくる。その動画も、おすすめとして表示されたものが偶然目に留まったらしい。サムネイルはどちらかというと地味な作りだったという。タイトルはうろ覚えだが、確か海であった怖い話まとめとか、そういうよくある感じだった。試しにクリックしてみると、白い壁を背景に、一人の男性が映った。20代後半くらいだろうか。黒髪メガネに痩せ型で、ごく普通の、地味な見た目だ。その男性が、手元のカンペらしき紙を見ながら、ボソボソと怖い話を朗読している。しかし、話し方は聞き取りづらいし、声もあまり良くない。編集もろくにされておらず、ほぼノーカットの録画に、かろうじて効果音や字幕をつけた、という程度だった。ああ、あんまりクオリティ高くないな。つまんないな。と R 君は思った。いつもならすぐに視聴をやめるのだが、ふと、その動画の再生回数が妙に多いことが気になった。こんな乏しいクオリティにもかかわらず、2万回くらいは再生されていたという。しかも、コメントも150件近くついている。なんだ？実はこの後めちゃくちゃ面白い展開になるのか？それとも炎上案件かな？興味を惹かれて、R 君はそのまま動画を再生し続けた。しかし、30分ある動画のほぼ終盤まで見ても、正直全然面白くなかった。ああ、時間無駄にしたな。それにしてもなんで再生回数がこんなにいってるんだ？ R 君がそう思った時だった。不意に、画面の男性が妙にはっきりとした口調で、では、今週の天罰の時間です。と言った。天罰？と R さんがいぶかしんでいると、男性は先ほどまで持っていたカンペの紙とは別の紙を手に取ると、そこに書かれているらしい名前を次々に読み上げ始めた。福岡県、横田美里さん。京都府、岡野忍さん。神奈川県、藤宮弥生さん。愛知県、井戸昌司さん。こんな調子で、地名と人の名前を次々読み上げていく。それが、5分以上も続いた。なんだこれ？と R 君がポカンとしていると、不意に、知っている名前が聞こえてきた。東京都、飯川恵美彦さん。それは、去年うつで休職した果てに自ら命を絶ってしまった上司の E さんの名前だった。偶然の一致かもしれないが、思いがけない名前を聞いてしまい R さんはよっとした。そうしていると、唐突に名前の読み上げが終わった。最後に男性が、紙から顔を上げてこちらをまっすぐ見ていった。以上が、今週天罰が下って死ぬ人です。それではまた次の動画でお会いしましょう。R 君は、思わず動画の投稿日を見た。去年の、9月。ちょうど、E さんの訃報を聞いたのと同じ時期だ。R さんは気味が悪くなった。そして、つい気になって、コメント欄を覗いてしまった。そこにはずらりと、横田美里死にました。ありがとうございました。交通事故でした。西川陽子死にました。火事です。ありがとうございました。またお願いします。沢野雄二死にました。ありがとうございます。敵死です。吉中翔太死にました。ありがとうございました。転落死でした。次もお願いします。そしてその中には、飯川恵美彦死にました。ありがとうございました。飛び降りでした。R 君は衝動的に、YouTube を消していた。E さんは、飛び降りで死んだと聞いていた。しばらくして、視聴履歴からもう一度動画を見ようとしたが、すでに削除されていたという。あの動画は何だったのか。天罰とは何なのか。皆さんも、もしこんな動画を見かけたときは、自分の名前がないか、くれぐれも気をつけてください。散歩に行く習慣。俺の祖母には毎日朝早く一人で散歩に行く習慣があった。
その時には必ず双眼鏡を持っていく。その理由を尋ねた時にこんな話をしてくれた。祖母がまだ幼い時の話だが、ある日の早朝にたまたま目が覚めて家の外に出ると、遥か遠方、山の間に巨大な何かが顔を出していることに気づいたという。呆然と眺めているうちにそれがこちら側にどんどん近づいていることが分かって、祖母はすぐに両親を起こしたそうだ。両親もそれを見て驚き、三人で手分けして集落中に伝えて回った。最終的に、集落の人々を全員集めてできるだけ遠くに避難することになったらしい。正午あたりにそいつは集落を通り過ぎた。その頃には祖母を含む集落の人々は数キロ離れた林の中でまとまって隠れていたそうだが、そこからでもはっきりと見えるほどのそいつの巨体と、響き渡る。っていう声が強烈に印象に残ったらしい。集落はなぜか全く荒れていなかったそうだ。もちろん、そいつが何なのか知っている人は誰もいなかったんだと。それ以降祖母はそいつが怖くて仕方なく、毎朝早起きしてそいつがいないか確かめるのが日課になったらしい。でも今では町の建物が高くて家の近くからでは遠くの山まで見ることができないので、わざわざ少し遠出して双眼鏡で景色を見ているんだということだった。先日初めて新宿に行って、ビルの高さと多さに驚いたのがきっかけで思い出した話。あんだけバカ高いビルが所狭しと並んでたら、そういうのがすぐ近くまで来てても気づかないかもね。歓楽街にあるコンビニのトイレ。僕が大阪の歓楽街の酒屋でバイトしていた頃の話です。居酒屋や夜のお店を回ってお酒を配達するバイトなんですが、正月前の繁忙になると結構時間に余裕がなくなります。もともとお腹が弱い上に1月の寒空の下、案の定配達の途中トイレに行きたくなりました。いつもだと一旦店に帰って済ますんですがそんな時間もなく、仕方なく近くにあるコンビニのトイレを借りることにしたんです。店員に一言かけてトイレに向かうと、ドアの前に順番待ちらしい人が二人立っていました。一人は年配のサラリーマン風と、もう一人はいかにも夜の街が似合いそうな派手なジャケットを着た金髪のお兄さん。急いでんのになぁ、なんて思いながらも、近くにコンビニもないし、しぶしぶその列に並ぶことにしました。しかし、焦る気持ちを無視するように今入ってる人が待てども全然出てこないんです。10分ほど待ったでしょうか。金髪のお兄さんが痺れを切らしてドアを強めにノックしながら怒鳴りました。おい、寝てんのか？待ってるんですけど。するとドアの向こう側から何やらガサガサという物音と、クスクス笑うような声が聞こえました。酔っ払いが寝てたのかなぁ、やっと出てきてくれるかぁ、と思って安堵していると、また3分経ち5分経ち、また出てくる様子がありません。しかも耳を澄ますと、ドアの向こうの人物は先ほどより大きな声で、激しく笑い転げてるかのようにゲラゲラと声を出して笑っているんです。おかしくてたまらないというようにトイレの床を、ダン、ダン、と大きな音で踏み鳴らしてすらいるんです。ゲラ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 、ガサガサ、ヒヒヒ、ダンダンダン、ゲラ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 、ダンダンダン、ふはっふは。尋常じゃない物音に、僕は内心気味が悪くなってきました。酔っ払いであれ異常者であれ、ドアの中の人物は、まともじゃない。隣にいた中年サラリーマンも睨みつけるようにドアを凝視しています。僕もまたお腹が痛いのも忘れてドアから目が離せずにいました。さすがに金髪も僕と同じ心持ちだったようで、しばらく息を飲んで見守っているようでしたが、やがて目の前の不気味な声を打ち消すように店員に荒々しく声をかけました。おいこいつ薬でもやってんじゃねえのか、もう30分近いぞ。店員が急いで走ってきて僕ら3人から事情を聞くと、裏からマスターキーらしき鍵束を持ってきました。その頃にはもう店中のお客が何の騒ぎかとこちらに注目しています。お客様、体調不良でしょうか？開けますねー。店員が声をかけながら鍵をガチャリと開けました。
横開きのドアをスーッと開けて中を覗くと、閉まった便座の蓋の上に、汚れた小さなぬいぐるみが置いてありました。少しくたびれた、一昔前のキャラクターものの、もちろん窓なんてありません。その場にいる全員、言葉を失いました。